中学生になって友達との付き合いが増えてきたマサルくん、お母さんにお小遣いを無心しているようです。ねえ母さん、お小遣いもっとちょうだいよ。何言ってんの、先週も渡したじゃない。いいからさ、必要なんだよ。もうちょっとあなた、なんとか言ってくださいよ、黙ってないで。なんだよなんだよ、しょうがねえな。おい、先週もお小遣いもらったんだろ。一体何に使うって言うんだ。チェ、うるせえな。ん？うるせえだと？てめえ誰に向かってその口聞いてんだ、この野郎！あ、そこまでしなくても、あなた、やめてやめて。うるせえ。誰のおかげでお前ら生活できてると思ってるんだ。こんなもんしつけだよ、しつけ。はっ！